この天地は、天山天地、または、新疆天地とも呼ばれ、中国の天山山脈の東端にある、ボゴダ山の北陸にある氷河湖で、場所は、新疆ウイグル自治区小基地海賊自治州岡、高一の中心部から南へ 30km、ウルムチ市中心部からは、直線距離で東 45km に位置し、特に有名な観光名所である。湖の形状は細長く、 南北に約3キロメートル、東西に1 5キロメートルで、総面積4.9平方キロメートル。標高は1 9 2 8ルにあり、湖の深さは1 0 5メートルである。天地という名称は、新朝の建立帝時代の1783年に、政治家で当時ウルムチと党をしていた、名誉が名付けたと言われている。天地は、ボゴダ山の中原にあり、ウるムからは、 道路経路で1 1 0トル離れていて、半月型の自然の山岳湖である。天地天地風景区は天地を中心とした4つの完全な自然景観帯と雪に覆われた山々と鉱山湖を主な特徴として、古代の西欧母神話や宗教的でユニークな民族民族、習慣は文化的依存であり、森林と草原の自然を統合したものになっている。 雪をかぶった山々と人間の風景は一体で、景色は絶妙である。1982年に第一次国立公園に指定され、2013年には世界自然遺産、新疆天山名称で登録されている。天山天地の近隷。ありがとうございます。